してるわね。上からでもわかるわ、その厚い胸板。あ、ごめんなさい、僕あの結婚してるんです。あ、指輪はしてないけど。知ってる。でも少しお話しするくらいならいいでしょ。僕は生物学者のフリアです。あなたは物理学者のシンディよ。シンディ？ハーフ？ええ、ハーフよ。なるほど。部屋は隣？あなたの隣に井戸なの。物理学者が？知らないの？この研究所のいろんな分野の学者を混ぜることで研究をこう加速させたいみたいよ。初耳だな。学者同士衝突しなければいいけどね、物理だけ。ダメか。とりあえず今日は帰るわ。明日からよろしく。ああ、それと私の研究きっとあなたも気に入るわ。仕事中に出てくるからな。話聞いてやるか。ただいま。母様。そうか、夕飯買いに行ってるんだな。ただいま。今日道込んでた。あ、おかえり。あ、友のり、先にお風呂入っちゃいなさい。はい。ほらほら。ねえ、友のり、何か言ってた？うん、まあ進路のこと、なんか話した？進学しそうな感じかな。本当？まあ多分、おそらくだね。そう。あ、あのね、明日なんだけど、うん、家族でちょっと遊びに行かない？気分転換した方がいいと思う。明日はちょっと。え、明日日曜日よ。いや、まあ午前中で終わらせるから。本当に？いや、まあ午前中で終わらせるから。本当に？ちょっと申し訳ないんですけど、ここ研究室なんです。隣で時計屋を開業されたら困る。タイムマシーンよ。いやいや、どう考えたって懐中時計でしょそれ。タイムマシーンよ。あ、もしかしてあの僕のこと騙そうとじゃん。タイムマシーンよ。いやいやいや、だってこれ変わった時計ではあるけど、ただの時計でしょこれ。タイムマシン。あ、
そうか、じゃあ体を一回ちっちゃくしてこの中から乗り込んでれば。乗り込まないよ。第一、時間を遡れるほどの速度で移動したら体は木っ端みじんだ。生物は耐えられない。速度は関係ない。じゃああれか、あの文章を一旦バラバラにして、歌詞どこのことだってそういう話があったけど、あれだって細胞説明。文章も関係ない。もう少しはロマンチストになったら。とりあえずだ、とりあえずあれをあのまだ公表しないでもらえるかな、うん、あの僕やることいっぱいあるんで。ええー、バタバタするといろいろ不面倒だから。クミヤさん、息子さんが倒れたみたいです。倒れた、大丈夫ですか？うん、僕は大丈夫。病院だよ。ねえ、どんのり、父さん仕事忙しいからさ。